皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は内申点と高校入試というタイトルでお話しします。まず最初に内申点って何なのか、次に内申点は何を表しているのか、そして内申点は公平なのか、この順番でお話しします。指導学園では内申点が高校入試に大きく関わっています。特に受験では共通学で使われている。でも再入学のところにも一定の基準を満たしていると書いてあるので、あまり内申点が低い人は再入学も受けられない、こういう場合もあると思います。じゃあ内申点って何っていうと、中学校が高校に送る調査書、これに書いてある9教科の評定の合計なんですね。まあ、学校によっては5教科をメインにしているところもありますし、9教科の合計、こちらをメインにしているところもあります。で、各教科1から5の数字で示されていると。でもここの部分が大切なんですけど、内申点というのは学力、これだけを表しているんじゃないんですよね。ですからいくらテストの点が良かったとしても内申点低い人もいますね。誰々ちゃんは私よりテストできなかったのに私より内申点がいいなんてことはあるわけです。じゃあ内申点は何を表しているのか。内申点は ABC3 つのランクで表す観点別の評価、これによって決まります。観点は3つあって、知識と技能、そして思考判断表現、3つ目が主体的に学習に取り組む態度となっているんですけど、簡単に言ってしまえばテストだけじゃなくて課題の提出とかね、期限までにちゃんと提出してあるかと、丁寧に書いてあるかとかね、それが学習態度ですね、授業中の態度、それから発表など、こういうものを元にしてランクをつけるんですね。 ABC のランクで、このランクによって評定、内申点、これが決まるわけです。例えばこの3つ AAA だったら、ランクは5ということですね。 AAB だと4とかね、こういうふうに決まるわけです。で、 ABC のこのどういうふうにつけるかという、簡単に見せようか、どう判断してどのようにランクつけるかというのはそれぞれの学校ごとに定めている、このようになっています。ではその内申点でつけた内申点が公平かどうか、これについてお話ししましょう。内申点はそれぞれの学校内でほぼ公平につけられていると、こう考えていいと思います。なぜかっていうと学校ごとに内申点のつけ方ね、定めているんですよね。ですからそのルールにのっとってつけているはずです。ですから学校内ではほぼ公平につけられている、こう考えてください。でも中学校や地域を比較するとやはりつけ方、内申点のつけ方にばらつき、これがあるのが分かります。なぜばらつきがあるかって、ね、大きなつけ方は決まっているんですけど、細かな部分でそれぞれの学校で決めているところが違うから当然ばらつきが出てきます。私もよく、塾の会合に参加すると、私の地区の内申点のつけ方甘いって言われます。で、こんな風にばらつき出てきちゃうんですよね。でも内申点は今のところですね、高校入試の資料として大きな役割を占めています。これはなぜかというと教育委員会が評定に大きなズレがないと判断しているからです。でもこれからだんだん変わっていきます。で、今後の高校入試では学力検査の調査書、この比重を、各高校ごとに決められるようになる。早ければ、2026年、この年度の入試からこういう仕組みになっていくようです。今回は内申点と高校入試というタイトルでお話をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。